アーノルドはかつてドイツにあった独立した玩具、模型メーカーであり、現在はホーンビー参加の N ゲージ鉄道模型のブランドである。アーノルドとも表記される。ドイツ南部ニュルンベルクにおいて1906年に創業した玩具メーカーであったが、第二次世界大戦後に鉄道模型に参入し、N ゲージの基礎を築いた。1995年以降は倒産や買収を経て、 ホーンビーにおいてホーンビーインターナショナルの n ゲージブランドとして存続している。日本語ではアーノルト、アーノルド、アルノルトなどと呼称され、特にカプラーについてはアーノルド・カプラーと濁った表記が一般的である。アメリカにおいては同社の n ゲージブランドであったラピードの名称で呼ばれることも多い。1906年カール・アーノルトによってニュルンベルクに ブリキ製の玩具や雑貨を製造する金属玩具工場ケアーノルトという原責任会社が設立された。やがて船舶模型やドールハウスの製造販売にも乗り出した。1935年にケアーノルトはマックス・エルンストを雇った。彼は以後40年間にわたりケアーノルトで重要な役割を担うことになる。第二次世界大戦中の空襲で ニュルンベルクにあったすべてのケイアーノルトの設備は、怪人に返した。戦後、カールの息子であるエルンスト・アーノルトとマックスの指揮の元で復興し、ニュルンベルク南港のミュールハウゼンに工場が再建された。ブリキ製の自動車や、船、航空機、鉄道車両などの玩具を製造した。その頃のトレードマークは、紺色の丸の中に白色の逆三角形が配され、 逆三角形の真ん中にアーノルドと書かれているものであった。1960年、アーノルトラピード200の名称で電動式の鉄道模型を発売した。この製品は縮尺1-200を基準としたものだったが、車両も線路も縮尺通りには作られていなかった。同年、イギリスのローンスターから縮尺1-152を基準とする機関 9mm の電動模型。 トレブルオーレクトリックが発売された。この製品は、機構的にアーノルトラピード200には劣るものであったが、スケール性では勝っていた。1962年、トレブルオーレクトリックと同様の期間 9mm、縮尺は1、160を採用して、スケール性を高めたアーノルトラピードを発売した。その後、他のメーカーも次々とアーノルトラピード規格の電動模型に参入し、 この企画の鉄道模型は1964年より N ゲージと呼称されるようになった。そのためアーノルトは N ゲージ企画の先駆者とされることもある。1968年以降、アメリカのレベルとアメリカの鉄道模型市場の調査、製品開発で提携を始め、1990年代前半まで続けられた。1975年にラピードのブランド名を廃止、以後は、 アーノルド N をブランド名とする。1976年にマックスが退職した当時、ニュルンベルクに3つの工場を持ち、従業員は200から250人であった。その後もアーノルド家によって経営が続けられたが、1995年に倒産し、1997年にイタリアのリマ・リバロッシシグループに買収された。2001年にミュールハウゼンの工場が閉鎖され、 イタリアのリマの工場で生産されるようになった。リマ・リバロッシグループ参加においては、かつて、リマやリバロッシが製造していた、N ゲージ製品を引き継ぎ、アーノルトブランドで発売をした。また、アーノルト独自に製品の開発も行われていた。しかしながら2003年に、リマ・リバロッシグループが倒産し、2004年に、ホーン B に買収された。ホーン B の他の製品と同様に金型は、 中国の関東省に移され、2006年から中国での製造が開始された。ホーンビにおいては、かつてのリマ・リバロッシグループと同様に、旧来の核メーカーブランドで製造されていた N ゲージ製品がアーノルトブランドで展開されている。1990年代に一時期 TT ゲージの車両を製造していた。品番は HN を冠した4桁の数字で表されている。 アーノルドカプラーを装備した N ゲージ模型1963年に開発された K アーノルド独自のカプラーで日本ではアーノルドカプラー他の国地域では概ねラピードカプラーと呼称される N ゲージ登場からしばらくの期間は N ゲージメーカー各社が独自のカプラーを使用していたが互換性を高めるためカプラーの統一を図ることになりニュルンベルク国際番組本誌にて 各メーカーバイヤーによって協議された結果、K アノルとのカップラーが N ゲージの共通カップラーに採用された。近年は各メーカー独自に実物の連結器に似せた形状のカップラーを開発しているため統一が崩れつつある。車両は主に射出成形によるプラスチック製で、動力車にはダイカスト成形の亜鉛合金製パーツも採用されている。 架空電車線方式の車両ではパンタグラフによる河川終電が可能な製品が多い。製品は西ドイツを中心としたヨーロッパの鉄道車両を中心に展開しているが、1990年代初めまではアメリカの鉄道車両も製造されていた。線路は同章なしが採用されており、組み立て式線路とフレキシブル線路が展開されている。 組み立て式線路の直線の基本長は 111mm、フレキシブル線路は 666mm、組み立て式線路の曲線半径は内側から 192mm、222mm、400mm、430mm となっている。ポイント線路やクロス線路なども揃っており、本格的なレイアウトやジオラマの製作に使用することができる。 枕木はいずれも木枕木仕様となっている。ありがとうございます。